こういうなんかぴったりしたラインの出るスカートが流行ってるみたいなのですごい可愛いと思います。サーダー今天穿就是很合身的裙子就是今年春夏最流行的スタイル。あの私服は同じですか？私服はもうちょっとカジュアルでな感じですね。如果是私底下的服装的话会走更自然的风格。あの台湾はあの何回目ですか？台湾は3回目です。はい、第3次。台湾の印象はどうですか？台湾はやっぱおご飯が美味しい。台湾的食物很好吃。打算去哪边吃吃小吃吗？あの台湾へあのあのどこかに行きたいところがありますか？台湾って多分島とか海とかも綺麗って聞いたのでそっちの方にも行ってみたいです。他有听说台湾的就是一些小岛或是一些就是比较就是不是都市的地方然后好像就是蛮好玩的他很想要去看看。あのプライベートであの旦那さんと一緒にあの来るチャンスがありますか？あ、いつか来れたらいいですね。あの今回は台湾の芸能人アンシーヤという芸能人もあの来ますのであのその女の子は知ってますか？ちょっと存じてないんですけど楽しみです、会えるの。他说他不是很就是知道安心亚，但是他还是很期待这次的合作。有人说他结婚之后越来越漂亮，又性感。皆さんはあの美穂さんが結婚してからもっと、はい、あの大人っぽくてあのあのセクシーになってそれ自分はどう思いますか？全然思わないんですけどなんか嬉しいですねそう言ってもらえると。他说他本人就是没有这样子的感觉，可是他如果被这样子称赞的话，他会很高兴。あの青春を維持するあのコツは何ですか？あの若く見える。あ、やっぱストレスをためずに元気にあの生きていくことですかね。はい。计划什么时候跟先生分享？他说就是不要有太多的压力，然后很开心的活着，这是最大的秘诀。是计划什么时候跟先生生一个小 baby？ 啊，那旦那さんとあの。全然予定を立ててないですけど、まあ、いつか欲しいですね。还没有计划什么时候会生，但是就是迟早会想要生一个小孩这样。